続いて今着用しているです、ね、こちらのコンパクトフレンチテリークォータースリーブティーを紹介していきます。7月中旬、まあ立ち上げのファーストデリバリーになるんですけれども、まあ秋冬シーズンの立ち上げとは言いつつも、まあ、一番暑いこの時期ですので、ただ、新しい商品、新しいアイテムはすぐに着たいですよねというところで、まあ、リアルタイムにも活用できるアイテムというのをこちらでご提案していきたいなと思います。で、結構こういうクォータースリーブの T シャツってかなりカーリーでは久しぶりのアイテムになります。でどうしてもこういう半端だけのアイテムっていうのはちょっとこう子供っぽくなるというか、まあ、カジュアルにストリートチックになりがちなので、まあこの袖の太さだったりとか、まあ、カラーリング、デザインっていうのを調整して、まあ、あくまで、大人っぽくですね、上品さを醸し出しながら着れるような、アイテムになっています。で僕今 169cm、63kg でサイズ1番着用してるんですけども、まあ、それでもですね結構ゆとりが感じられるような着用感になっております。で腕とかが割とこう余裕があるので単純にこう風が抜ける感じもして涼しいかなと思いますので、真夏でもですね十分にですね、着用できるアイテムになってるんじゃないかなと思います。で今回ですねこちらのアイテムフレンチテリーっていう名前がアイテムに入ってるんですけれども、まあ、フレンチテリーって何なんだっていう話なんですけども、まあ、簡単に言うとスウェットです。でスウェットなんですけどこれってものすごくですね実は薄いですねスウェットに仕上げてるミニウラ毛とかって僕らは呼んでるんですけれどもっていうような素材なので生地の厚み的には、まあ、ちゃんとこうシルエットが出る厚みはありつつも T シャツの薄さになってるっていうところですね。で通常の、まあ、T シャツの天軸生地よりもやっぱりさっきも言ったようにちょっと張りがあったりとかシルエットがパッと出やすいので、まあ、だから本当にラフになりづらいんですよね。T シャツでありながらちゃんとこう大人っぽく着れるっていうのはこういう素材選びのところもだいぶポイントになってるかなと思います。でカラー展開として僕着てるネイビーと、まあ、こちらのチャコールであと白っていう形になってますね。で胸にポケットがある、まあ、ポケティとしてもまあ、こういうのがあるとね普通のシンプルな T シャツ同色での T シャツでも少し変化になるので1枚着でも十分ですね主張が出てくるっていうところとあとですねこの色がちょっと一番分かりやすいかなと思うんですけれども袖口と裾のところちょっと色が変わって、見えるかなと思うんですけれどもこれ実は、生地の裏地の方を折り返してデザインポイントにしてるっていうところですね。これがやっぱちょっとした、変化のポイントにもなってくるので、まあ、シンプルになりすぎずにですね着用できるかなと思います。で単純にですねすごく素材感が腰があるんですけど柔らかいので非常に着心地がいいです。で、まあ、裏毛スウェットっていうぐらいなのでちょっとこうループしてる表面感っていうのが裏面ですねループしてる感覚になるのでもう肌に当たっても割とこう接地面積が少ないのでこうドライタッチに着れるってところも、まあ、暑い時期でも快適に着れるポイントじゃないかなと思いますので、ぜひですね、まあ、秋口のちょっとした新しいシーズンのテイストを感じつつもリアルタイムに着こなしていただきたいなと思います。